横浜 F ・マリノスは4月24日、アジアチャンピオンズリーグの準決勝、第2レグで韓国のウルサンと対戦した。ホト、サポーターが作り出す圧巻の光景で選手を後押し。J リーグコレオグラフィー特集、敵地での第1レグは0-1。ファイナル進出に向け、勝利が絶対に必要な横浜は、30分までに上中朝日の2発、アンデルソン・ロペスのゴールで3点をリードする。だが、その後にセットプレーから失点し、PK 献上の上島拓海が一発レッドで退場。この PK を決められ、アグリゲートスコアは3-3に。結局、後半も延長戦でもスコアボードは動かず。迎えた PK 戦を5対4で制した横浜がクラブ史上初のアクル決勝進出を果たした。数的不利の状況で、劣勢の時間帯が長かったが、守護神ポープ・ウィリアムの攻守連発など、粘り強い守備で対抗。耐えに耐えて、PK 戦は5人全員が成功。激闘を制した横浜に、SNS 上では、すごい。すごい、本当にありがとう。一人少ない状況でよく耐えた。なんと誇らしい。マリノスこれはマジですごい。ポープナイスセーブ、といった声が上がった。トリコロールのたくましい戦いぶりを、ファンサポーターも称えた。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。